幌生の TV でございます。はいはい、はい、今回は、うん、カメラマンがいません。はいはい、はい、なので、今回は私が全編回したいと思います。なるほどね。ナプシケットヒロキです。お願いします。なんで笑ってんねん。理由があるんですよ。理由あるんですよ。言ってください、ちゃんと理由を。視聴者にちゃんと、まあ視聴者の方々、はい、そして、まあ、関係者の方々から言われております。何言われてるの。2人がカメラ撮るとき、下手くそだと。お前うるせえな。お前いい加減しろ。お前うるせえな。お前この野郎。お前今回の企画はこちら。気になる看板、外観のお店紹介。あ、前回やりましたね。ありましたね。気になる看板、外観のお店紹介。企画名の通り、札幌市内のキャッチーな看板、外観のお店をアポなしで取材する企画。今回はひろきがリサーチしたお店を巡っていきますが、最初にやってきたのは東区のある大人気アニメのキャラクターの店名がついたお店。後ろのお店でございます。あ、うん、あ、た、あ、はい、ピッコロ。マジで。どうしても俺あのドラゴンボールがね、あ、ナメック星人が浮かんでくるのよ。でしょうね。看板も緑だしね、字が。森合ディエスケ君。はい。ジャージが緑。ああ、そうですね。はい。ね、嘘くさいデンデみたいだもんな。嘘くさいってなんすか。でピッコロといえば緑。緑です。あ、まあそうですね。なので、はい、デスケ君、はい、アポ取りお願いします。いや、そんな理由で僕ですか。いや、っていうかさ、ハードル高くないですか、ピッコロ大将は。あれ、のれ見て、うん、はあ、ここに書きてって言って触覚ね。うん、うん、そのピッコロだわ、多分。そっちですか。うん、え、だからお前ガラガラって開けてマカンコーサッポーって一緒に行っちゃってんすか。マフーバーって言ったらおーってやってくれてほしいね。お前ここは行きたいぞ。ここは取材したいぞ、絶対。わかりました。うん、あとお客さんいるから気をつけてよ。結構います。マジ。地下に広がるおしゃれな空間、動産食材を生かした料理、気取らない特別なひとときを。鉄板居酒屋さんさん。函館の夜を楽しく過ごしませんか。誰もがリラックスできる落ち着いた空間、函館を代表するスナックといえばクラブリーベ。最新のニュースです。リサイクルショップライズの出張買取訪問が好評のようです。引っ越しする際の不要品、処分がもったいないものなど、即日対応のスピーディーさがユーザーに受けています。リサイクルのことならライズまで。家康観光開発は地域に密着したサービスをご提供いたします。お客様の求める不動産探しから観光バスの駐車場まで、札幌の不動産のことは家康観光開発。区役所前から徒歩30秒、北11条東8丁目高岡ビル1階、ビルの中通路を進むと札幌麺屋文太郎。インテリアコーディネート、リノベーション、空間をトータルコーディネートする会社、リビングシングス。札幌生の TV、 気になる看板、外観のお店紹介。ひろきのリサーチでやってきたのは東区にあるラーメン店ピッコロ大将。ジャージが緑でナメック星人っぽいということで、アポを取るのは森合デイスケ。最初のお店のアポは取れるのか。早くね、お前。早くね、お前。これ絶対断れたやつじゃん。どうした。いや、なんか、うん、席まで用意しといてくれてます。え？え？何それ。生の TV さんですよねって。え？こちらねって言って、ちゃんともう水まで置いてます。え？昨日なんですけど、うん、電話して、うん、アポは、うん、
取れてます。いやいやだからそしたら今のくだりまた、あ、すっげえ恥ずかしいじゃんお前俺。なまらテンション上げてお前ここは取材したいよとか言っててえ、あれですね、なまら TV 名物、うん、記録トラップです。何それ、何これ、マジっすか、いらないっしょしたここのくだりうふじゃねえんだお前。あの店員さんにもお話を聞けるように、うん、アポを取っておりますので、はい、ね、できれば大将に聞きたいよね。大将いいっすか。大将いいっすよ。おお、来た来た来た、はい、ピッコロ大将のピッコロ大将です、よろしくお願いします。あーなるほどね、まあピッコロですね。顔のまんまです。もう単刀直入に、はい、このピッコロ大将っていうお店の名前はどういった意味合いでつけたんですか。ですね、はい、私スミレご存知ですか。はい、もちろんもちろん、はい、あそこ現役なんですよ。あ、え、そうなんですか。ここのお店暇な時に向こうで仕込みやったりなんないんですよ。すごい人じゃない。すごいじゃないですか。社長が、スミレの社長が師匠でもあり、はい、友達でもあるんですよね。それで、はい、で向こうに勤めてる時に社長がピッコロ大将っていうあだ名、スミレの中でピッコロ大将なんで。そうなんですね。で店構える時に、うん、どうしたらいいですかって言ったら、ピッコロ大将で行けばいいべや。マジっすか。ピッコロ大将さん、うん、人気店なんですよ。ですね。そうなんですか。すごいお客さんが、うん、ね、たくさん今も入ってますし、ね、時折行列もできるお店なんです。マジかよ、こんなふざけた名前なのに。いや、言い方あるぞ。言い方ありがとうございます。取材協力してもらってんだぞ。名前だけ聞いたらほぼほぼなんかすぐ潰れそうな感じ。ほら、ノリでつけちゃったみたいなね、あるかもしれないけど。なぜそんなに混んでるかというと、やはり、うん、美味しいから。そうね、味は確かってことでしょう。はい、なので、はい、おすすめとか聞いちゃってください。そうですね、味噌なんですけど。味噌、やっぱりおすすめですね。はい、味噌の技をあるんですね。ここでもやってます。なるほど。それと厚さですね。厚さね。スープの厚さ。わかりました、はいはい。ということでピッコロ大将一番人気の味噌ラーメンを注文。ああ、来ました。美味しそうですね。ありがとうございます。ピッコロ大将純スミレ系味噌ラーメン。ほんのりと生姜とニンニクが香る濃厚スープ。ラードの油膜が最後まで熱々な温度を保つスミレの特徴を残したピッコロ大将自慢の一品です。食レポなんですけど、はい、ドラゴンボールのキャラクターのモノマネをしながらしてください。嫌、うん、です。絶対滑るじゃん。誰でもいいんで、はい、マジ。乾燥でやる。うわ、こらうめえぞ。ワクワクすっぞ。こんなうめえ味噌ラーメン、俺は初めてだぞ。野沢さんっていうよりアイデンティティに寄せたね。そうだね。そっちに寄せたよね。今ね。いや、わかんないですよ。ドラゴンボールのボールは、ね、はい、合格です。あ、よかった。合格なんだ今の。よかった。じゃあ、シェンロンでシェンロン具材を紹介します。すごいな。ピッコロ大ピッコロ大将だ。ピッコロ大将ちょっと緊張してます。ピッコロ大将の味噌ラーメンの具材を紹介しよう。こんな声どんな声でしたっけ。シェンロンってどんな声なかなかシェンロンモノマネする人いないよ。モリネギ今雷のピシャーピシャーっていうの流れてますから。チャーシュー、いや、もう大丈夫です。もう大丈夫です。メンマ気に入ったか知らんけど、もう大丈夫です。どっちかと言ったら滑らない話の方になってますそうだね。わあ、本当だね。この熱々と味噌のコクがすごいね。で、この絶品スープに
めちゃめちゃ絡んだ麺をいただきます。うまい。悟空さん美味しいですか。うまいっすね。え？撮ってたんですか。うめえぞ。いや似てないからね、そんなにお前それ。あ、似てないですか。似てないでしょ。あ、似てたのかと思いました僕。これ、ちょっともう一回言ってもらっていい？はい、うめえぞ。ほら、こんなうめえ味噌ラーメン初めてやんぞ。おっ、おっって言わないでしょ。僕、うわっ！って言うんですよ。あー、うまかった。完食ですね。完食ですね。ごちそうさまでした。小さな一歩は大きな力。さあ、仲間たちと一緒に踏み出そう。未来は君たちが主役だ。柔道サッカークラブ、生徒募集中。源泉 100% の天然温泉。くつろぎの空間で心も体もリフレッシュ。気持ちが休まる和みの時間。苫小牧日帰り天然温泉和みの湯。ハイクラスな大人の空間、リーズナブルな料金設定。南四条西三丁目第三グリーンビル4階メンバーズダン。冷凍では味わえない本物の生ラムを炭火で。ビール、ハイボール、焼酎や日本酒も豊富。各種宴会プランも生ラム本舗デリシャス。さっさとやっちまいな。へい。ん？株式会社ワプラスとは。いや、コロさんの力を借りて体がポカポカです、はい、ね、そうですね、あったかいラーメン、うん、美味しかったでしょう。ちょっと戦闘力上がりましたね。ありましたね。良、かったと思います。で、続きまして、はいはいはい、白石区にやってまいりました、うん、めちゃめちゃ住宅街ね、うん、ちょっとひっそりと佇んでるお店なんで、うん、ひっそりと見つけてくださいね。ひっそりと、うん、ひっそりと佇む、うん、え、あれあれ、筋肉ハウスみたいな感じ。あれあれあれ、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、ひっそりと、何あれ。君たちのアンテナ何すか急に。ピンピンに貼ってますか。貼ってますよ。貼ってますよ。お店通り過ぎましたよ。お、ちょっとバックして。それ資材置き場って書いてるよ、出して共栄第三町内会の資材置き場がもしかして B 棟もしくは A 棟どっち。いや、ここではないです。今、お店の目の前っす、うん、え、いやいやいや、違うでしょ。いや、こっち資材置き場だし、こっち倉庫だ。そうですね、田村倉庫ですよ。お二人さん、マジで？お店、うん、田村倉庫です。マジで？いや、倉庫じゃんか。こちら、うん、まさかの飲食店なんです。うん、斬新、斬新よ。え、嘘。倉庫って書いてます。倉庫だよ。こちらアポ取りお願いします。いやいやいや。いやいや倉庫といえば、うん、もちくんですね。いや、意味わかんない。倉庫といえばおなじみのじゃないでしょ。お、意外と早いっすよ。お前アポ取ってんだろ。おい、お前アポ取ってんだろ。お前めちゃめちゃ恥ずかしかったわ。お前いてててててていててててててて脇腹いて。お前アポ取ってんだろ。お前そうっすね。お前、札幌生ら TV という番組なんです。あ、こちらへどうぞって言われたっすよ。引っかかった。うん、引っかかったっていうか、お前アポ取ってこいって言ったら取るだろう。続いてやってきたのは白石区にある田村倉庫。一見飲食店にはとても見えませんが、実は昔からある倉庫を改装して作った洋食カフェ。店内は昭和レトロな雰囲気が漂い、
カップルファミリーに人気の飲食店です。黄岩紙が斬新な黄岩紙が乙女のジンジャーエールってありますね。なんすかそれ、気になりますね、気になりますね。田村倉庫さんのおすすめを何かいただきたいんですけど、はい、おすすめで言うとどんなおすすめが、はい、おすすめの名前ついてるのでやっぱりこの田村倉庫のライスプレート、あ、いいですね。まずはライスプレートですかね、はい、これ一つと、はい、あと、こんなおっさんなんですけど、あの乙女のジンジャーエールは頼めますか？あ、もちろんです。あ、はい、気持ちは乙女負けないと思うんで、はい、いいですか、はい、じゃあその2つを。やっぱこの炭酸の弾け方がやっぱ乙女だよ。ああ、やっぱ爽やかな、うん、青春の感じ。今のところでも乙女感ないですけど。そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ、はい、全然普通のジンジャーエールみたいな。マジで、はい、今だって俺と森合いあのキャンディーキャンディーみたいな絵になってない？果てしなく、そうだっけ、なんて、すいません、果てしなく気持ち悪いしなくいいわ。腹ペチャだけだけだっておきにみり、ふわふわおてんばいたずら大好き、んてんとけんぴた大好き、私は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 キャンディキャンディ。お前乗り切れてないぞ。美味しい。あ、爽やかですね。うん、甘い、甘い。めっちゃおっさんだな。甘め、甘め。あ、来ましたね。お、はい。はい。わー、すげえいい。田村倉庫のライスプレート。バターライスに濃厚ミートソースがかかった田村倉庫定番の人気メニュー。ワンプレートに大きめのソーセージ、温泉卵、サラダが乗ったボリュームたっぷりの一品。粉チーズを好み。あ、粉チーズも。はい、使ってください。いや、めっちゃめっちゃうまそう。これはこのあれですかね、ミートソースにかけたりとかっていう感じですか。そうですね。はい。あ、ありがとうございます。これが田村倉庫のライスプレート、はい。はい、そうです。ですね。はい。すごい。じゃあいただきましょう。うわあ、行く、そっから行く。はい、そうです。いきなり割る。こういう感じで。うわ、うまそう。ここでしょ、ここ。うまそう。うわ、これはうまそうだね。うん。うわ、いただきますよ。うわ、うまそう。うわ、ミートソースめちゃめちゃうまい。うわ、いいな。うわ、うまい。このバターライスもそうだけど、うん、やっぱこのミートソースがこれはうまいぞ。ちょっとこの粉チーズかけてみよう。あ、そうだね、かけてみよう。ミートソースって僕パスタだと思ってましたけど、ご飯にも合うんすね、うん、ちょっと、はい、ちょっといいですか。なんでスーパーミリオンヘアみたいな。いや、お前だとしたら隠しきれないから。卵、ミートソース、粉チーズってもう濃厚の三冠王ですからね、うんうん、ね、来てるね。いただきます。あ、もうやばっ、うまい、めちゃくちゃうまい。やっぱチーズありのがあり、あ、僕やっぱチーズありの方が好きかもしれないですね。はぁ、なおさら味が引き締まって、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、よし、もう一軒いきますよ。あ、そうなの。ちょっと移動距離長いっす。え？Go to 定山渓。どう言ってんの。ギリギリの南区。札幌だよね。ギリギリ札幌の南区だよね。定山渓に行くの今。寿司、それは光る職人の技。すすきので北海道の旬を味わう。南五条西三丁目 N グランデビル1階寿司処辰利。小さな感動、小さな変化を感じてみませんか。高い技術と高いコスパ、ドキドキワクワクをお客様と一緒に。地下鉄学園前駅から徒歩3分、リトルウィング。 La gente dice che il vino bianco si sposa bene con il sushi, ma penso che il vino rosso vada bene. Moi moi,
Questa estate è decisa da gioia. 地下鉄住川駅、キューブ住川店、キューブアネックス、JR 琴仁駅、キューブ琴仁店。キューブはお客様でできている。パチンコ&スロット、キューブ。Are you satisfied? 味に満足、ボリューム満足、こだわりのラーメンが1杯450円から、満足ヌードル、ラーメンハウス。Are you satisfied? 馬刺し、水炊き、炙りもつ鍋、すすきのの奥座敷南七条には九州のうまいがある。 LC 七番館2階和鳥。札幌生ら TV、 気になる看板外観のお店紹介。最後に3人が向かうのは札幌の奥座敷定山渓。見渡す限り少しの民家と山しか見えませんが、笑ってるけどもうここしかないし、そうですね、うん、建物がこちらしかないと思うんですけど、ないからね、振りますね。はいはいはい、おしゃれおしゃれ、これ普通でしょ。こちらが今回の最後のお店でございます、うん、別に気になるっていうか、まあ、普通のおしゃれな建物だよね。そうですね、うん、いい感じの、こちらのお店、うん、外観ではなくて、うん、お店の名前がすごく変わってます、うん、お店の名前、お店の名前は、はい、崖の上というお店です。嘘でしょ、崖の上にあんの。こっちも行けんあっおお、これ結構あれだよ、あの国境公所の人はダメだよこれ。あ、すげえわ、あ、すげえわ、結構迫力ありますね。これギリギリのところに立ってないか。え、そう、板の隙間から。あ、本当だ下もう崖じゃん。崖ですよ、完全に。そうなんですよ。え、ここはもう空間ってこと。もう気をつければ。あ、どうぞどうぞどうぞバカだねーちょっと盛り上げ、申し取ってもらっていい。あ、すか。崖の上のハゲ。ポニョみたい言うな可愛くねえぞ。こちらは、うん、アポ、うん、撮ってます。そうでしょ。こちらはっていうか全部撮ってんだったんだあのお前が全部撮ってんだろ。撮ってます。撮ってんだろ。そうですね、うん、はい、心配ないです。心配ないでしょ。なので、うん、そのままお店に入れます。そうだよね、はい、大丈夫です。最後にやってきたのは定山渓の温泉街から少し離れた場所にあるカフェ崖の上。店内の大きな窓から見える初夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色を眺めながら他では体験できないコーヒーブレイクが楽しめるお店です。私気づいたんですけど。何ですか。崖の上には、はい、可愛い女の子とカップルしかいません。そうですね、うん、僕ら間違いましたけど、ね、金髪舞台野郎のおっさん二人はそぐいませんそうですね、そぐわなすぎて軽すぎだよ。何これ。コーヒーですね。ですね、うん、なんか喫茶店でカフェですね、うん、あ、でもコーヒーもあのマンデリンとか、ひろきさんの好きなグアマテラとかありますけど一回も飲んだことないですけど。グアテマラだったグアマテラってお前緊張しすぎだぞ。グアテマラね。グアテマラ、あのアポは取ってあるので、あの注文できますよ、うん、はい。でこういうコーヒーに合うスイーツも置いてるという、うん、あ、美味しそう、こういう感じね、うん、こういう感じなんです、はい、こういうところは脱帽した方がいいんじゃないですか。そうですね、女の子、かわいい女の子とかいる前でもちょっと帽子脱ぐの嫌です。脱いだ方がいいって。こんにちはこんにちは大爆笑じゃねえか。マイナスじゃないですか。大爆笑じゃねえか。帽子飛んだの良かったんですけど芸人としては100点だよということで、こちらのお店で注文したのはグアマテラ改めグアテマラコーヒーと人気のいちごベイクドチーズケーキ。ドリンクの種類によってお得なケーキセットもありますので、ご来店の際はぜひチェックしてみてください。すごくいいですね、うん、いただきます。
あ、意外とすっきりした苦味ですね。うん、そうなのね、うん。後半やっぱりこの豆の香ばしさが強めにきますけど、飲み口最初はすごくすっきりしてますね。うん、あんまり酸味も感じなくて、うん、どっちかというと苦味の方が強い感じのコーヒー。うん、どんな感じでしたね。グアマテラです。グアテマラです。すわめっ。どうどうどう。ぎっしり。あ、なんかぎっしりって感じなんだ。ぎっしりチーズケーキが。あ、美味しそう。いただきます。はい。いや、美味しい。どう？チーズとそのいちごの感じとかどう？バランスちょうどいいですよ。やっぱりチーズケーキだから濃厚な感じあるんですけど、うん、はいはいはい、甘すぎないんで、うん、男性でもすっきり食べれますよ。本当にこれはコーヒー合いますね。いや、また第3回あると思いますので、はい、うん、その時はもうちょっとだけお店のことを調べたいと思います。そうですね、うん、うん、ね、なんで期待しててください、はい、またありますからね。ありますか、これ。交互期待です。そうですか、はい。まあ、今回のこの第2弾が高評価どうかっていうのもあるんじゃないか、うん、まあ、でもお店自体はすごくいいお店さんで、ね、そうだね、紹介したんで、うん、ぜひ皆さんもね、気になるお店行っていただいて、うん、美味しい料理食べていただきたいと思います。わかりました、うん、ね、ということで締めましょうか。締めますか、はい、はい、じゃあ森山君お願いします。いつもあいかがでしたか今回の札幌生の TV。それではまた次回お会いしましょう。あれかな、こんなにかけて金曜ロードショーでしょうね。だから最後さよならさよならって言うのは、うん、それ洋楽劇場だよね。違う、それ淀川さんの、淀川さんの、うん、また来週ですね。また来週です、はい、次回も交互期待でよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。いかがでしたか。笑わない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 。やりきり少しやりきりとかそれは。そういうやりきり。いかがでしたか。今回の札幌生ラ TV。え、猫いたいから。椅子椅子だと思いますよ。ここがおしゃれな。カフェで猫なんで。ピッ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 。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。